キノコ行ったれ、殺しょ。オッケー、羊毛はよく燃えるぜ。まあ、ウールはな、ウールは全然いいとして、いや、ホップマジ新しく何捕まえたんだよ、お前早く見せろよ。猿乗りちょ、お前新しく捕まえた一匹めっちゃ温存するじゃん。え、何捕まえたマジで。いや、もうヒノコで焼くぞ、こいつ。おい、前のこと覚えてないのか、お前。おい、ヒノコ、この猿もよく燃えるぜ。乾燥してやがる。さすがだぞ、タイプの相性バッチリ分かっているんだな。いや、なんなん、めっちゃ褒めてくれるじゃん。すげえ気持ちのいい勝負をさせてくれるじゃん。よしよし、猿乗りも突破。で、何増やしたの、見せて。何取ったの。あ、殺しようか、レベル11に。ガンガンレベル上がるな、なんか今回。もうあっという間にみんなレベル10になるっす。ここからかよ。いや、そんなもん。いや、そんなもんって。俺もここからのことよく分かってないけどさ。なんだ、めっちゃ取っておきにするから、すげえ珍しいの捕まえたのかと思ったけど。おじゃ、ゾロちゃん、やったれ。食っていいぞ、そのここから。ギリギリ、ギリギリの勝負が俺たちの好きな戦い方。カイジかも。ドーパミン出てるじゃん、この状況に。はい、ここはちっちゃい。いや、もうこんなん敵じゃねえよ、マジで、ゾロちゃんの。むしゃむしゃと食べちゃいな。じゃあ、俺もホップに、ちょっとレクチャーしてやるか。補助技の重要性をな、ポケモンの。詰めとけ。攻撃上がる。めっちゃ上がる。こうやってステータス上げるの大事なんだぞ、ホップ。攻撃技一辺倒じゃなくてな。いや、どうですか、ダンデさん、今の。なかなか分かってるでしょ、ポケモンってやつを。はい、袋叩き。ホラショー、ゾロリ、両津勘吉による袋叩き。見たいわ、その絵面。おい、電光石火行ったれ。よし。いや、この電光石火の後ちゃんと足跡消すモーションあるのすげえ細かいわ、ゾロちゃん。ポケモン図鑑に書いてあった通りだ。よーし、勝利。ホップ負けてがっくりしてるけど、さすが俺のライバルだぞ。いや、もっと鍛えろよ、お前。まだライバルにすら達してねえぞ、お前の実力。ポケモン教えてやろうか。モンスターボールの投げ方もバッチリ決まっていたのに。いや、ボールの投げ方とか練習しなくていいから、普通にポケモン練習しろ。勝って嬉しい、負けて悔しいを繰り返し、俺たち強くなっていくんだな。なんだその歌詞みたいな、急にポエムを読むの。やりました、ダンデさん、ランコの勝ちです。いや、推薦状くれんじゃないこれ。ランコ、ホップなんて試合を見せてくれるんだ。いや、そんないい試合だった。割と一方的だったけどな。チャンピオンの推薦状、お前らに渡すしかないぜ。マジっすか、ありがとうございます。いや、ちょ、勝ったランコから渡してくださいよ。いや、別にいいけど。推薦状大事にしまっとこう。ダンデさんの匂いしてるからな、これも。ダンデさん臭のするものを集めていく。サンキュー兄貴、俺ジムチャレンジで勝ち上がるぞ。ホップ、お前マジで頑張れよ。若く荒削りではあるが、素晴らしい戦いだった。いや、マジ全肯定マシーンだな、ダンデさん。俺もリザードンもあらゆる細胞がエキサイトしたぜ。んー、チャンピオンタイム。チャンピオンワード、いいですね。ホップが大事にしているのはボールの投げ方など、強さとは無関係なことばかり。あ、ちゃんと反省点も言ってくれるんだ。そう思って案じていたが、ちゃんと成長していたな。あ、本当に。まあ、確かにここから捕まえてたもんな。ランコもさらに胸を取るポケモン勝負見せてくれ。え、ちょっとダンデさん、ランコももうちょっと具体的にアドバイスしてやってくださいよ。ダンデさんのアドバイス欲しかったな。鍛え合って2人でチャンピオンを目指すぞ。いいよ。いいよって。めっちゃ冷めてんな、ランコ。お前と競い合ってさ、お互いのポケモンを鍛えるんだ。ん？なんだあれ。いちいち騒がしいな、お前。え、なに？おー、なんだ？流れ星。あ、え、ダンデさんと、あダンデさんとご飯行きたい。ダンデさんとご飯行きたい。ダンデさんとご飯行きたい。一応言っとこう。3秒ルール。おい、ランコ、願い星だぞ。願い星？なにそれ。しかも2つ。ほら、1つはお前にやるぞ。いや、1つもらっても。これ何？願い星って。願い星手に入れた。え、なになに？何使ったんやの？ガラル地方で見つかる不思議なパワーを秘めている石。拾うと願いが叶うとも言われて。え、マジで？ちょ、ダンデさんとご飯行けるじゃん。願い星があれば、俺のポケモンもダイマックス。おい、下ネタやめろ。でっかくなるぞ。うるせえ。いや、お前のポケモンがダイマックスするのは、その生理現象だから。そんないちいち強調して言うの。すごいじゃないか、ダンデさん。あ、でもこれダイマックスできるの？願い星は本気の願いを持つ人のもとに落ちてくるという。あ、そうなんだ。最強のトレーナーになる。最強のトレーナーになる。あ、言ってる。最強のトレーナーになる。3回言った。いや、でも俺の方が早かったから。俺のお願い事の方が。よし、3回唱えたし、これで願いが叶うはずだぜ。いや、俺のダンデさんとご飯行く願いの方が叶うね。
ホップ、願い星は未知のパワーを秘めている不思議な石、いわばガラル地方の宝物。そうなんだ。ただそのままでは使えません。私に預けてごらんなさい。あ、マグノリア博士やってくれんの？そうだよ、博士はダイマックスの研究家。あ、そういえば言ってたの。俺とランコにもダイマックスの力をくれよな。え、てかこんな序盤からもらっちゃっていいの？ダイマックスの力。まどろみの森では不思議なポケモンとも戦ったし、なんだかすごいことが起きそうだ。え、あのめちゃくちゃでかくなるやつでしょ。はしゃぎたい気持ちもわかりますが、明日からの旅に差し支えますよ。いや、あんなめちゃくちゃ迷惑じゃん。街中のバトルであんなやったら。帰ってきたらなんか、あ、ソニアちゃん、ちょ、ワンパチちょうだいよ。俺見つけられなかったんだよ。あれどこにいんの？ほら、あんたたち晩ご飯も食べていくでしょ。晩ご飯？私最近流行りのカレーライス作りに凝ってんだよね。カレーライス流行りとかある？あれ基本的にずっと流行ってる食べ物だよ。でも食べたい食べたい。え、てかダンデさんとご飯食べる願い叶っちゃった、早速。あ、すげえ願い星、さすが。あ、じゃあ食事風景見せてくれよ。てか椅子3つしかね。誰か立ち食いじゃん、2人ぐらい。朝、冒険の始まりだぞ。うるせえな。おはよう、若き挑戦者たち。あ、一泊したのここで。ホップ、あんたさ、不思議なポケモンと出会ったって、あれどういうこと？あ、あの森で出会ったやつね。霧の中、ランコが不思議なポケモンと戦ったけど、なぜかランコだけ戦わせてたよな。最後気を失ってよく覚えていないんだよな。いやでもあれ、パケデンじゃね？パケデン。いわゆる。ランコ、ホップ、これを持ちなさい。え、何？あ、ダイマックスのやつ。あれ、てか、ダンデさんいなくない？ちょ、ダンデさんどこ行ったの？ソニアちゃん。どこ行っちゃったの？お、すげえ、何これ。ランコはマグノリア博士よりもらったダイマックスバンドを身につけた。あ、リストバンドなんだ。願い星が組み込まれており、パワースポットにいると光り出してポケモンをダイマックスさせる。パワースポット？あ、ダンデさんの部屋か。ダイマックスバンドです。あなたたちが見つけた願い星を埋め込んだバンドよ。へえ、あ、こんな感じで使うんだ。博士ありがとう。お、兄貴と同じだ。これでダイマックスできるぞ。あ、え、だ、あ、ダンデさんもこれつけてんの？やだ、お揃い。おやおや、焦らないで。ポケモンをダイマックス、巨大化させるには、いろいろ条件があるのだから。なんか、パワースポットでって書いてあったな。あなたたちポケモン図鑑のページを埋めるためにも、いろんなところに赴いて様々なポケモンに会うのですよ。あ、わかりました。え、次どこ行ったらいいんだろう。よし、俺の伝説がいよいよ始まるぞ。お前、伝説好きだな、ホップ。ランコ、駅まで競争だぞ。ちょ、競争も好きだな。いや、ランコ女の子だからね。もう行っちゃったよ。博士、ちょっとダンデさんは？ダンデさんいなくね？あなたたちポケモン、あ、同じこと言ってる。さっき聞きました。え、ソニアちゃん、ダンデさんは？あ、ニコ。まどろみの森、不思議なポケモン。うん。なんだろう、なぜかざわつく。なんか、博士の孫がさ、ひどい目にあったって言ってたよな。それ、ソニアちゃんのことじゃないの？え、何この Y って、左下の。こんなんあったっけ？お、ワイワイ通信。なんだそのネーミング。え、いろいろな通信ができる。へぇー。あ、インターネット使った対戦とかできるのか。ランコカムカム。ちょ、待って、ランコ、おい。その写真誰だよ。盛りすぎだろ、写真。ちょっと。詐欺すぎるだろ、写真が。ボックスにないため交換できません。あー、ポケモンを増やしてからじゃないとできないんだ。これで帰れんの？ああ、ほんと。なんでこの写真になってんだよ。デフォルトが。え、ダンデさんがいい。え、ダンデさんいないのこれ。ちょ、ダンデさんいねえし。おい、ダンデさん置いとけよ。ダンデさんのふりしてやりたかったな。交換とか。どうしよう、じゃあ。あ、コラッションしとくか。うん。これマジ詐欺だからな。よし、行くか。駅に行くんだっけ？駅って、あ、あの、リザードに行ったとこか。結構遠いな。ポケモン？野生？野生？飼い犬？どっち？どっち？わあ、野生だ！わあ、普通にいた！ワンパチだ！じゃあ、もう確保！ちょ、絶対確保、これ！ちょっと待てよ。でも、面白いように捕まるってダンデさん言ってたから。ワンパチもこれ、面白いように捕まるのか？捕まってくれ！面白いように面白いように捕まって！ちょっと出たし！おい、ダンデさんの嘘つき！
全然面白いに捕まんないじゃん。あー尻尾振ってる。え、すっごい可愛い。あ、尻尾のとこなんかピカチュウみたいになってる。あ、電気タイプなの。あ、玉拾い。あ、モンスターボール拾ってきてる。ありがとう。優しい。え、何この子、めっちゃいい子じゃん。え、絶対捕まえたい。絶対捕らえたい。ちょ、悪いようにはしないから、悪いようにはしないから、お願い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 。チャンピオンタイム、よし、やった、さすがチャンピオンタイム、やったぜ。え、めっちゃ嬉しい。これ超欲しかったやつ。俺ソニアちゃん持ってた時からずっと欲しかった。ちょ、ホップに自慢しよう。やった。え、めちゃくちゃ可愛くない、だってこの子。イエス、子犬ポケモンだって。あ、電気タイプだ、やっぱり。おやつに釣られて人の仕事を手伝う食いしん坊。ちょ、あざってー。グルメスパイザーにかけてー、トリコの。可愛すぎてご飯にかけて食べたよ。名前どうしよっかなー。いや、もうギルティー。この可愛さはギルティー。これでいこう。いや、もうさ、ピカチュウさ、マジうかうかしてらんないよ。もう後輩にどんどん可愛い子出てきちゃってるよ。やったやったやった。見る見る、ステータス見る。おい、ギルティー。ちょ、モンスターボール持ってる。ちょ、それちょうだい、それちょうだい。ありがとうね、拾ってくれて。これさ、俺が捕まえようとして、ミスったやつをさ、拾ってきてくれたのかな。だとしたら可愛すぎるんだが。いや、何その無邪気さ。いや、ちょ、俺、現実の犬は苦手だけどさ、もうこういう CG の犬、V ドッグは大好き。バーチャルドッグ。特製弾拾い。あ、投げて失敗したモンスターボール。やっぱり俺のモンスターボール拾ってきてくれたんだ。嘘でしょ、ほっぺスリスリ。おい、なんだよこいつ、やべえ、ムカついてきた。ちょ、可愛さに全振りすぎてもう腹立ってきた。なにこれ。ちょ、おっとりした性格だし、いや、そのくせ暴れることが好きだし、やんちゃだし、おい、なんだよこいつ。いや、マジギルティーだな、存在が。いや、こんなん世界中がワンパチだらけになったらさ、もうそれだけで世界平和じゃないですか。この世から戦争はなくなるじゃないですか。とんでもないもん生み出してくれたな、おい、カラル地方。恐ろしいぜ、マジ。ちょ、マジ、ホップに自慢しよう。ホップ、ホップ。嘘、またいる、またいるよ。嘘、やだ、2匹目。ちょっと、またいるよ、走りパさん。いや、ヒンナだよ、これ。絶対食べたらヒンナだよ、この子。どうしよう、どうしよう、どうしよう。いや、でも、こんなさ、付きまとわれてさ、捕まえぬわけにはいかんでしょう。スエワンパチ食わぬはトレーナーの恥でしょう。いや、2匹目いっちゃおう。もうダブルで捕まえちゃおう。てかさ、生き死では全然出なかったのに帰り道でめっちゃ出てくるじゃん。なんなのこの子、すっごいじらされたじゃん、出会うまで。やったー、2匹目。チタタプチタタプしちゃおう。はい、パニッシュ。ギルティーとパニッシュ、罪と罰でね。この2匹にはその可愛さという名の十字架を背負って生きていってほしいんだ。いや、もうマジやべえな、ワンパチやべえな。いやー、これ、いや、もうピカチュウとか言ってる場合じゃねえよ、マジで。本当にもうピカチュウの時代終わったな。いや、このギルティとパニッシュのフォルムやべえ。何この丸々とした、もうマジ可愛すぎて食べたいってのは分かるもんね。なんか美味しそうだもん、すごい。おい、ホップ、ホップ、オーランコ何匹捕まえた。おい、聞いて驚け、ワンパチを2匹、ツーパチだよ。俺はとっておきのポケモン1匹仲間にしたぞ。いや、うるせえ、絶対俺のギルティとパニッシュの方が可愛いもんね。結構捕まえたんだな、お前のチーム強くなりそうだぞ。もう可愛さと強さを兼ね備えて。わざわざ、なんで唐突にバトマシンくれたんだけど、なんでだよ。スピードスターね、はいはい、絶対命中するやつね。ほれ、わざマシンだ。いや、なんで、何の脈絡もなくくれたな。技マシンを使えばポケモン一瞬で技を覚えるし、何度でも使えるんだぜ。もう知ってる。ちなみにスピードスターの技マシンは兄貴が、いや、マジで、いや、それ先に言えよ、大事にするだろうが。やった、ダンデさんの匂いがするやつ、また一つ増えた。ほら、列車で行くぞ、駅はこっちだからな。あ、次の町にこの列車で行くのか、なるほど。あ、いいね、電車で移動、ワクワクする。こんにちは。いよいよ本格的に旅立ちって感じだな。ホップのママ、あなたたちちょっと待ってよ。はっ、マーマー、あー、ダブルマーマー。母ちゃん、来てたの？猿乗りをパートナーに選んだ時から、旅に出るのは分かっていたけどね。あ、そっか、電車使うことはまだ言ってないな。マグノリア博士がわざわざ知らせてくれたのね。あ、博士が。
はい、旅立ちのプレゼント、キャンプの道具よ。え、キャンプ何それ。え、キャンプとかできんの。うわ、すげえ、キャンプセット。え、めっちゃ楽しそうじゃん。やりたいやりたい。キャンプどうやってやんの。ワイルドエリアやキャンプスポットでテントを張ったり、その中で料理を作る。料理、え、ランコが作んの。え、見たい見たい、めっちゃ見たい。何があってもパートナーと力を合わせれば大丈夫。サンキュー母ちゃん、俺チャンピオンになるぞ。おほっぷ、兄貴超えするってことか。兄弟揃ってチャンピオンなんて史上初だ。じゃあその前お前はランコを倒さないとな。はいはい、とにかく元気でね。あんたたち行ってらっしゃい。行ってきまーす。キャンプめっちゃ楽しみ。なんかワイルドエリアでできるって書いてあったな。ワイルドエリアってどこだよ。この先すごいトレーナーやいろんなポケモンがいるよな。ランコ、俺のワクワクがどんどんスピードアップしてくるぞ。お、ワク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 って感じか。よーし、出発、行くぜ。わー、新しい街か。いや、やっぱ新しい街行くときはワクワクするな。てか服屋もあるかな。服屋、新しいブティック、めっちゃ見たいんだけど。あ、電車だ。あ、すげえ、ヨーロッパ仕様だ。おお、ちょ、向かい合ってスマホ。エンジンシティの周りにはワイルドエリアが。あ、キャンプできるところじゃん。ワイルドエリアはすごい。はあ、ゴロンだ。あ、ヤンチャムもいる。他にもキャンプをしたり釣りもできたりと。すごいな。そんな夢のような場所があるんだ。これから行くとこがそのエンジンシティなんだっけ。やば、なんか一気にできること広がるな、こっから。あ、着いた。ここ、駅長さん、ここってワイルドエリアの駅だよね。あ、ワイルドエリアに降りたのか。一体何があったんだ。はい、線路の上にウールが集まって。あ、進めなくなったの。列車は足止めされています。あー、町の手前で降ろされたってことか。むしろラッキーだぞ。いや、なあ、ホップキャンプできんじゃん。何が、いや、何がてランコ、わかるだろう。ワイルドエリアはとにかくでかい、ポケモンがたくさんいる。言ってたな。わかるだろランコ、最強のチームにできるぞ。あ、ここでもうポケモン捕まえるってこと。あ、行ったわ。ちょ、元気だなあいつ。どうしよう。あ、めっちゃウールいるわ、駅に。すいません、ブラッシータウンに戻れてもエンジンシティへは行けないようです。ほうほう、集まったポケモンたちを無理やり追い払うわけにもいきませんしね。こっからは歩きってことね、次の町まで。お、あ、ウリムだ。すげえ、でけえ。あ、ウリムってこんなでかいの。俺、あのパソコンのマウスぐらいかと思ってた、ウリムって。あ、座ってるし。座れんだこの椅子。こんにちは。遠くに行けば行くほど強いポケモンが出てくるよ。勝てないと思ったらピッピ人形を使ってね。あ、ピッピ人形、いや、持ってないけどな。あ、くれるんだ。優しい。しかも5個もいいんですか。5個ももらって。いや、この世界の人めっちゃ気軽に物くれるな。どんなに強いポケモンもジムチャレンジに参加してジムバッジを手に入れれば、うん、いつかは捕まえられるから。あ、なるほどね、強いポケモンはジムバッジがないと捕まえられないってことか。あ、フレンドリーショップだ。なんか売ってる。あ、モンスターボール。いやー、まあでもめっちゃもらったしな、ダンデさんにモンスターボール。いや、今はいいかな。 OK です。よし、これは何、この黄色いのは。あ、券売機か、なるほどね。じゃあ行くか、出てみるか外。ワイルドエリアを通り抜けてエンジンシティに向かいましょう。なるほどね、やっぱりこっから徒歩なんだな。お、すげえ。めっちゃ広い、これワイルドエリア。普通の道路これ。でっか。あ、でもエンジンシティは割とすぐそこだな。多分あれだよね、エンジンシティって。すいません、こんにちは、初めてなんですけど。あ、唐突に。いや、いいっす、さっきあのポケセン行ってきたんで。キャンプの料理で元気に。あ、料理で元気になるんだ。やばいなそれ。あ、すげえ、カメラ回せる。じゃあすげえすげえしか言ってないけど、さっきから。いや、ポケモンでカメラ回せんの感動するわ。見ろよ。いや、見てるわ、さっきからガン見してるわ。うわー、広ー。いや、すごい広く見えるんだけど、向こうに見えるのがエンジンシティだぞ。あ、やっぱりあれが。すごい大都会じゃない。ブティックめっちゃありそう。あそこに行くまでどれだけのポケモンに出会うんだろうな。なんだ、ソニアじゃん。あ、ソニアちゃん来てたんだ。ついてきたの。おばあさまに言われたのよね。おばあさま、あんたたちが旅に出るのにあなたはどうするのかしらって。何それ、どういうこと。大変ですね。あ、そんな。あ、そんな厳しいこと言うんだ博士って。大変だねソニアちゃん。あの、気にしなくていいから。いやいやいや。あ、孫には厳しいんだあの人。それにあんたたちが森で出会ったポケモンのこと気になるし、ちょっと調べてみようかなって。どういうこと、一緒に来るってこと。何か分かればきっとおばあさまも認めてくれる。
あーそういうことか。やっぱ大人って大変なんだな。なあ大変だな。ソニアちゃんが自称助手なのは博士に認められてないからなんだ。まだ私も久しぶりの旅だから釣りやキャンプを楽しむし、一緒にキャンプしようよソニアちゃん。よし、赤く光る巣穴を調べまくって、は？ダイマックスしたポケモンと戦いまくって突然何言い出したんだ。赤く光る巣穴、伝説の1ページにするぞ。いやそのフレーズ好きだなお前。言ったわ勝手に話切り上げるなあいつ。前からもうダイマックスしたポケモン本当に強いんだからね。忘れずに自分の相棒のポケモンダイマックスさせたんよ。あ、野生のポケモンダイマックスすんの？いや、めちゃめちゃ危険じゃないそれ。ワイルドエリアのあちこちで赤いオーラが見つかるの。赤いオーラ、自信があれば調べなよ。ダイマックスポケモンがいるからね。え、あ、そんな普通にいるんだ。よし、先輩からの素敵なプレゼントだよ。ポケモンボックス。え、なにこれ、なんかくれた。ちょ、ホップこれもらってないけど。パソコンのボックス、え、すげえ、いつでもボックスにアクセスできるって。え、ちょ、これホップにも渡した方がいいんじゃないめちゃめちゃ大事なアイテムじゃん。ボックスにポケモン預けたり、預けたポケモン連れ出せるし。あ、いちいちパソコンまで戻らなくていいんだ。めっちゃ進化してる。はーい、ポケモン図鑑埋めます。さあ、ワイルドエリアが待ってる。あなたの冒険の始まりだ盛り上げてくれる。そして、すげえ、ポケモン、ダイマックスポケモンいるのすごいな。見つけたいな、ダイマックスポケモン。見たい見たいっていうか、まだあの YouTube でしか見たことないもんな、ダンデさんの試合の。はあ、あ、ソニアちゃんいるわ。ソニアちゃん、ニコニコってするのかわいいね。あ、ボックスの話してる。じゃあ行くか、ワイルドエリア。普通の道路と違うのはこれ、カメラ回せるみたいな。うららか草原。あ、雪降ってる。あ、あー、イワークいる。すげえ、ちょ、ポケモンのオープニングでシチュー作ってるやつの相棒じゃん。ワイルドエリアを動き回る大きなポケモンは強い。戦ってみて勝てそうになければまずは逃げよう。逃げてみよう。誰のメモなんだこれ。なんか光ってるよ。あ、モンスターボール落ちてる普通に。すげえ、イワークだ、でっか。いやまあ確かにイワークってクソでかいんだよな。攻撃力ポッポと同じぐらいだけど。すげえすげえすげえ。ちょ、自撮りとかできないのこれ、ロトムのスマホで。ちょ、写真切る。あ、ぶつかっちゃった当たり判定広いな、イワーク。とても強そうなイワーク。何それ、とても強そう。あ、そのジムバッジが足りないってことなのか。レベル26、高っ。あ、確かにこれは強いわ。ちょ、逃げよう逃げよう。うまく逃げ切れた、よかった。面白い、レベル高いポケモンがいきなり出てくるんだ、ここ。すげえ、サファリゾーンとも違う感じだな。メモ、あ、キャンプね、やりたいんだけどな。どっかなんか景色いいとこ見つけてやろうぜ、キャンプ。 PP も回復。へえ、 HP と PP が回復するんだ。あ、瀕死も治んの。マジすごいじゃん、キャンプ。木の実のなる木を揺すって木の実をたくさん集めましょう。ほうほう、あ、料理に使うってことなのかな。これだろ、木の実の木。揺らす揺らす、よいしょ。動物の森クラボの実が1個落ちてきた。もっと揺らす。これ何個取れんの。クラボの実が3個。めっちゃクラボの実取れるじゃん。これ無限じゃない。モモンの実1個、オレンの実1個。永久に揺らせるじゃんこれ。ずっと揺らそう。クラボの実、オレンの実、木の実8個。もっと揺らす。この木がめっちゃガサガサやってんのは何なのこれ。もっと揺らす。なんか揺らしすぎると、はあ、なんか落ちてきた。ちょ、顔に、あ、チェリンボ顔にチェリンボ落ちてきた。ちょ、大丈夫よかったな、ベトベターとかじゃなくて。はい、レベルアップ。いやマジ顔面に行ってたけど大丈夫、ランコ結構でかかったよな、チェリンボ。周りのポケモンたちがクラブの実を全部持ち去ってしまった。あ、木の実持ってかれた。あ、でもまだあるんだ。あ、モモンの実、オレンの実。あー、なるほどね、揺らしすぎるとポケモン落ちてきて木の実持ってかれるんだ。そういうことか。てかこれちょっとさ、朝にした方がさ、景色良さそうじゃな。これ多分スイッチの時間に連動してるよね。ちょっと明日やろうこれ、続き昼間の景色見てえわ、ワイルドエリアの。おお、やっぱり朝になってる。あ、やっぱこっちの方がいいわ、景色、冒険してる感あるわ、こっちの方がワクワクする。よーし、じゃあ行くか、ワイルドエリア。どこ行こっかな。あー、ミツハニーだすげえすげえすげえ。いや、このミツハニーってさ、顔一個一個にちゃんと意識があんのかな。だとしたら怖いよな俺生まれ変わってもミツハニーにはなりたくねえな。
あ、ホルマジオじゃなくて、なんだっけ、あ、ホルードだ、ホルード。ホルマジオはあれだ、あのジョジョ5部の小さくしてくるやつだ、スタンド使いのナランチャが戦ったやつだ。いや、ホルードもさ、かなり進化前詐欺だよな。ホルビーめっちゃ可愛いのに、あれ何人の女子小学生が泣いたんだろうな当時。はぁ、いやバンバドロ、バンバドロ覚えてた、危ねえ、バンバドロだ。え、こいつ結構強かったイメージあんだよね。特性強くなかった？うわぁ、デンチュラだ。あ、すげえすげえすげえ、デンチュラ結構好きだったな俺。殿堂入りパーティーだった気がするわ過去に。え、すげえな、マジいろんなポケモン。あ、ワンリキいる。あ、寄ってきた寄ってきた。おーい、ぶつかってくるんかい。戦闘になった、野生のワンリキ。まあ、いや、え、どれぐらいレベル、どれぐらい強いとか出てなかったな。日差しが強い。あ、レベル16。あ、いけんじゃない、倒せんじゃない、キノコいったら、日差し強いし。おら、あー効かねえあんまり。あ、リベンジやばい、グーハコラショ。あー死んだ、ごめんコラショ、やべ、めっちゃ強いワンリキ。ちょっと逃げよう逃げよう逃げよう。あー、あー、くそー、初瀕死ワンリキかよー。まあ確かにこいつ攻撃種族値が結構、あー、めっちゃ追いかけてくる、怖い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 。あー、めっちゃ出てきた、怖い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 、めっちゃ命を狙ってくるワンリキたちが怖い。おおお、ギャラドス泳いでる、すげえ、すげえ、写真撮りたい、写真。え、ちょ、マジなんでさ、このスマホ写真ないの、めっちゃ撮りたいんだけど、自撮りしたいんだけど。あー、いなくなっちゃった。お、え、あ、ドンカラスじゃない、いや、あ、違う、誰。え、誰だ、初めて見る。え、新ポケじゃん。え、なんだこいつ、怖い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 、めっちゃでかい、めっちゃでけえ鳥だ。え、かっけえ、なんだこいつ。え、ちょっと図鑑だけ登録しとこうかな。アーマーガー、え、知らない、知らない、この人。いや、もう絶対勝てないだろこんな。え、すげえ強そうじゃん、レベル50。ふざけんな。いや、逃げよう逃げよう、ゾロ、ゾロちゃん逃げよう。あ、いや、ゾロちゃん逃げ足でよかった、役に立つわこういう時。あ、いなくなった。な、やば、めっちゃ楽しいなワイルドエリア、俺無限に歩き回れるわここ。すげえいろんなポケモンいるじゃん。あ、なんだこいつ、あ、ヨーテリー、あ、スカンプーだ。あ、すげえスカンプーいる。あ、覚えとこう、俺スカンプーめっちゃ好きなんだよな、スカタンクもすげえ好き、タイプがいいんだよな、弱点が少なくてな。だいぶ遠くまで来たな。あ、あー、嘘だろ、え、マジで、え、ちょ、サインください、サインください、マジでマジでマジで、え、すげえ、本物だ本物だ。いや、うちにぬいぐるみあります、マジでずっと好きでした本当に。あー、来てくれた、ありがとうございます。え、ゲンガーだ、ちょ、こんな真っ昼間から堂々と歩いてるもんなんだゲンガーって。ちょ、野生のゲンガー初めて見たかも俺、レベル60。いやー、でもちょっとボールだけ投げとこっかな、思い出作りて、とても投げる隙のある相手ではない、なるほど、さすが格勝ちが、ワイドアップ。いいね、あー、よかった、遠出してここまで、いや、すげーいい思い出になった、ありがとうございます。あー、いなくなっちゃった、あー、やべー、めちゃめちゃテンション上がったわ。めっちゃ好きな芸能人に会えた時みたいな、なんかそんなリアクションになっちゃった。すげえ、ワイルドエリア超楽しい。あの、この光ってるとこでさ、ダイマックスポケモンと戦えるらしいんだけど、ちょっとせっかくだからやってみようかな、記念に、せっかく来たし。300ワットもらった。あ、ゴースじゃんこれ、絶対ゴースじゃん、いや、このシルエット完全にゴースじゃん。これってさ、あの、捕まえられんの、このダイマックスポケモンって。ちょっとやってみよう、これ絶対ゴースだよね。いや、ちょ、ゲンガーにも出会えて、お土産にゴースまで連れて帰れるとか、もうそんなディズニーランドだよマジで。夢の国なんだけど、道足りた一日になるんだけどマジで。ちょ、誰も来ないから一人でやります。こうやってローカル通信になってんのかな、もしかして。よし、一人で挑戦。いや、一人だと難易度上がったりすんのかな。お、あ、ランコ、あ、誰か来てる、誰、あ、これが NPC、 わー、でっかーゴースだやっぱり。ちょ、クソデカゴース。いや、なんかポケスペ思い出すな。ポケスペにいなかったっけ、めっちゃでかいゴース。あ、みんなで戦うの、おー、何してんのそれ、ダイマックスパワー、あ、そっか、ダイマックスできるんだこっちも。どうやるのダイマックスって。状況ゴースレベルはてな、どうやって戦うのこれ。あ、ダイマックスボタンがある、これを決定したいのか、ダイマックス、あ、
大ウォール、大バーン。あ、技を選べってこと？え、じゃあ大バーンをゴースに。これでいいのかな？メガ進化みたいな感じ？おお、おお、なんかやってる！なんか出た！あ、ボールでかっ！あ、ボールもでかくなるんだ、ダイマックスって。お、コラショ！わぁ、コラショが！うわ、ダイマックスしたー！でかっ！オーベネス入会不可避。おお、すげえすげえ、すごい迫力だな。大フォロー、え、何それ。うお、めっちゃでかい核ぶつけられた。あ、でもあんま効いてないぞ。ナイス。いや、こっちも大バーンで反撃だ。防御力下がった。あ、マニューラダメ押し。あ、いいね。あ、結構効いてんじゃん。あ、味方のポケモン強えな、マニューラって。今更だけど。大バーン、なんか出た。おお、すげえすげえすげえ。ちょ、コラショ、すでにもうそんな大技を身につけていたのか、お前。日差しが強くなった。ダイバーの効果か。マジカルシャイン効果今一つ。フェアリーか、マジカルシャインって。噛み砕く、あ、いいね、タイプ相性いいね、割と。いや、これ勝ってるってか、これ捕まえるんじゃないの、弱らせたら。え、どうなん、投げれる。使う。今はまだボールを投げる。あ、今はまだってことは後々いけるってこと。おい、ダイバー、よし、倒したんじゃない。え、てか倒しちゃったよ。え、ボールは、ボールいつ投げんのこれ。あ、コースが弱ってる。今ならボール、よし、捕まえるぞ、絶対捕まえる。いくぜー。いや、てかクソでかいけど捕まえられるのか。どうやって捕まえる。あ、ボールがでかくなった。あ、なるほどね。さすがダンデさんからもらったボールだ。いけー、欲しい欲しい、絶対欲しい、ゴース絶対欲しい。くれくれ、頼む、捕まって、お願い。ちゃんとお世話するから、ちゃんと毎日供物捧げるから、ゴースに。いけ、いた、いた、いた。お、やったやったんじゃない。やったぜー。え、めっちゃ嬉しい。やったー、ゴースだ。え、こんな序盤に。あ、てかシャドーボールと技回してんだ。え、こんなんもらっちゃっていいの。え、もうこれ最終兵器じゃないですか、ゴーストの、ゴーストタイプの。え、なんかめちゃくちゃお土産もらっちゃった、ありがとうございます。え、やったー、ゴースだー。いや、もう絶対大事にする。薄いガスのような体でどこにでも忍び込むが、風が吹くと吹き飛ばされる。キャワーキャワーだぜー。どうしよっかな、名前なんかお化け由来のがいいよね。キャスパーでいこう。キャスパーわかんない人はググってね。やったー。いや、もうこんな序盤にゴース捕まえられると思わなかった。ゴースって結構中盤じゃん、毎回。え、もう序盤からゴースパートナーにできるのやばいな。ちょ、レベル高え、レベル20。あ、もうすでにそんな強さ見る。性格どうかな。得声下がってる。あー、いや、でもいい、俺はこいつ愛すぞ。だって初めてのダイマックスバトルで捕まえたゴースだもん。意地っ張り、いや、いいよ、意地っ張りなゴース育ててやる。普通のガチ勢的には最悪だろうけどな、性格。いや、俺はこのキャスパーを愛すぞ。いや、でもレベル20かー、どうしよっかなー。正直他のメンツがさ、レベル20になるまでちょっとボックスに預けとこうかな。ちょっとインフレしちゃってるもんね、キャスパーだけ。ちょっとキャスパー、ま、他のみんなが20になるまで待っててくんない、ボックスで。ごめんね、未来で待っててくれ、いつか絶対迎えに行く。ナイトヘッド、やべ、ちょ、コラショが、コラショが死ぬ。あー、もうすまん、コラショ、ちょっとやばい、ワイルドエリアで死にまくってる、コラショが。逃げよう逃げよう逃げよう。ちょっとキャンプするか、キャンプ。ちょっとキャンプって瀕死回復すんだよね。ちょっといい場所見つけてキャンプしようぜ。あの水辺のほとりとかいいじゃん、湖の、あそこでキャンプしよう。あ、めっちゃいい景色。いや、ここでキャンプしよう、ここで。おい、みんなキャンプするぞ、集まれ。ポケモンキャンプ、え、これってやっぱポケモンもいいんだよね。え、いや、ポケモンとキャンプできるとか、そんなんもう夢じゃないですか、それは。ただの、はぁ、いるー。ポケモンキャンプではポケモンたちと一緒に遊んだり、料理を食べて仲良くなれます、最高。たくさん遊ぶと勝負でも頑張ってくれるかも。あ、そうなんだ、ジョイコンでも遊ぶ。ポケじゃらし、なんだよこれ、もっとも高えよ。最高だよ。最大4人で一緒。いやー、もうそんなんいい。はぁ、いるー、めっちゃいる。はぁ、ゴース。ゴースおる。え、これってさ、どうやって遊ぶの？あ、呼ぶがある、呼ぶが。あ、待って、コラショは？あれ、コラショいない？コラショ？おい、コラショは？あれ？あ、瀕死だからいないのかな、コラショ。あ、ごめんな、コラショ。すまん。あ、瀕死だと出てこないんだ。まあ、じゃあ、まあ、じゃあ、しょうがないか。え、呼んでみる、これ。呼んでみる？え、マジで来んのかな、これ呼んだら。
え、やば、緊張してきた。あ、呼んだ。あ、どっち？どっち？これギルティーパニッシュ？はぁ、来た来た来た、あ、来た、こんにちは。どっちこれ？ギルティーパニッシュ？わかんない。あー、パニッシュだ。お話とかできんの？お話しよう。お話しよう、パニッシュ。パニッシュはたくさん遊んでほしい。ちょ、チタタプすんぞ、おめぇ。あざってぇな、遊ぼうじゃ。どうすんの？あ、おもちゃを出すってある。これか？あ、これポケジャラシ？これ、どうやってやんのこれ。あ、A ボタンか？あー、めっちゃズームできる。あ、すごい。はかどる。あ、振ってる振ってる振ってる。あ、これでいいのかな？振る振る振る。おい、おい、パニッシュ。おい、いってなんでだよ。おい。いや、そう、頭突きしてくんの、ちょっと。手でじゃれて、手でじゃれて。いや、頭突きやめて、ちょっと。手でじゃれなさい。いや、ちょ、なんか怒った。あ、もうちょっとやばいな、これ。幸せってこういうことなんですね。行って、ちょっともう。この痛み、あー来た！あ、ギルティも来た。ちょっと何これやば。もう俺の手に負えないよ、こんな状況。いや、もうこれ一生これだけやりて。いや、もう俺、ごめん。あ、行って！ちょっとごめん、ほっぽ、俺、チャンピオンとかどうでもいいかも。俺とランコもここに一生いるわ。頑張ってくれ、あとは。すげえ、なんかもうこれ、普通に犬欲しくなるな。俺、犬に。ちょっともう、頭突きやめーさい。頭突きをやめーさい。下タップにすんぞ、お前ら。あ、2匹と話すだって。パニッシュとギルティはあまり仲良くない。あ、そうなの？あ、まあね、そうだよね。さっき出会ったばっかだもんね、2人ね。いや、仲良くなれないよ、パニッシュもギルティも。お互い名前がつかさどり合ってんだから。おい、キャスパー。じゃあ、行ってーな、コラッシュ。ちょっと頭突きやめて。キャスパー。キャスパー見て、これ。ほら、楽しくない？ちょ、コラッシュやめろ。ちょっと、コラッシュ、はしゃぐな、お前。ちょ、キャスパー。おはは、キャスパー喜んでる。あ、キャスパーこれ好き？ボケじゃらし。え、じゃあこれは？これボール投げるから取っておいて、キャスパー。いくよ、これ。取ってこい、キャスパー。キャスパー取ってこい。ちょ、おっせえな、ちょ、コラッシュが言ってる。あはは、じゃあ、ゾロちゃん。いや、ゾロちゃんに拾ってほしかったわけじゃないんだけど、あー、でも持ってきた。ちょ、持ってくんのすげえかわいい、これ。あー、ありがとうね、ゾロちゃん。ちょ、何その顔。てか、キャスパー。おい、キャスパーが拗ねてる。ちょ、キャスパーこっち来い。ちょ、ボールもっかい拾ってきて、キャスパー。ごめんな、ゾロちゃん。ちょっとキャスパーに譲ってあげて、これ。ね、いい？あ、周り気にしてるわ。おどおどしてるわ。あ、もっと遊びたい。え、遊ぼう。マジでボール拾ってこい。これ。投げるから。ちょ、ゾロちゃん見ててね。ゾロちゃんそこいてね。ちょ、これキャスパーに取ってこさせるから。おい、取ってこい、キャスパー。遅いな、キャスパー取ってくな。ゾロちゃん！ちょ、ゾロちゃん、それキャスパーのだから。あー、もうちょっと、所在なくなっちゃったよ、キャスパーが。いや、もう、得意げな顔。マジで、くすねの名に恥じない行動だな。人のもんめっちゃくすねるじゃん。キャスパー少し緊張してる。ま、新入りも新入りだもんな。あ、疲れてお腹空いてる？あ、料理しようよ、じゃあ。料理ってどうやんの？料理できんだよね、そういえば。あ、これかメニューで。あ、料理ある。ちょ、料理やろう。好きな食材、木の実を選んで料理を作りましょう。おお、料理が始まったら、うちわで火加減を調整したり、お玉で鍋の中身をこぼさないように。はぁ、食ってる！みんなで食べましょう。めちゃ、もう最高じゃん、これ。おい、なんだよ、この紙機能。やる、料理やる。やろう、みんなおいで。どれ、あ、木の実どれする？いや、でも正直さ、木の実ってさ、一個ずつあればいいじゃん。その対戦においては。だから、とりあえず、一個だけ残しで、とりあえず、他のやつ全部使おっか。ね。じゃあ、オレンの実を、4つね。よし。これでいいかな。よし、これで、始める。料理するぞ。あ、コラッシュいる。なんで？どうしたのこれ。青いで。あ、青く。あ、こう？連打でいいのこれ、普通に。連打。ん？いや、ちょっとごめん。俺、こういうのやったことないんだ。ちょっと、ランコ手伝って。ランコわかる？これめっちゃ仰がない方がいいんだっけ？なんか一定のタイミングで仰いだ方がいいんだっけ？こういうのって。あー、次に移った。混ぜる。あ、混ぜる。オッケー。混ぜるぞ。ちょっと待って、これ、早く混ぜた方がいいの？それともあんまり混ぜすぎない方がいいの？土井先生、土井善晴流で行くなら、割と焦げ目をつけた方が美味しいって、土井善晴先生よく言ってんだけど。具材にあんま触らないってよく言うよね、土井先生ね。あ、できた？真心込めて。は？あ、あ、入った、真心。どういうこと今の？あ、なんかタイミングがあったのかな？おお。あ、できたのかこれ。あ、完成した、やった！これ何作ったの？スープ？あ、みんな喜んでるわ。ちょ、できたよ、みんな。あ、カレーだ！酸っぱ口カレー！ちょ、サフランライス！いつの間にそんなの作った？ランコ。
おー、食ってる。じゃあゾロちゃん口開いてるよ。あ、食べた。ランコどう？あ、美味しかった。あ、よかったー。じゃあ初めてだったから加減がわからないけど、あー、完食してくれてる。遭難スキューの美味しさ、いや、よくわからんHP 半分回復、経験値もらった。ゾロリたちはまた少し仲良くなった。よかったねー。いやー、もうペットにうつつを抜かす人の気持ちが分かってしまったな、なんか。めちゃめちゃ可愛いんだけど、ポケモン。いや、もう一生これやっときたいんだけど。なあ、コラショー。またやろうな、これ、キャンプ。